三宝。ちょっとお買い物行ってきます。ああ、気をつけてな。うん。夕飯の買い出しにスーパーに向かうところだったんですよね。一瞬何が起きてるのか分からなくなっちゃって、もうパニックで。損保ジャパン緊急時アシスタンスです。事故でございますか？そのドラレコの方から声が聞こえてきて。お怪我はありませんか？救急車の手配は必要でしょうか？怪我はしてないので大丈夫です。では今から佐藤様の携帯電話へ改めてご連絡いたします。安全な場所へ移動してお待ちください。わかりました。何だろうと思って画面を見たら、それが娘の事故だということで、本当びっくりしましたね。うわぁ、最低だろ。私が信号見てなかったっていうのを言ってきて、私確実に青信号だったからそれ伝えたんですけど、あちらも青信号だったっておっしゃってて。あ、すみません、事故です。はいはい、アルソク駆けつけ安心サービスを手配いたしましょうか。アルソク隊員が事故現場のお困りごとをサポートさせていただきます。はい、お願いします。お車はこの後も運転可能でしょうか？レッカー車を手配することも可能です。ダメそうなのでレッカーもお願いします。すぐに娘に電話しました、はい、でオペレーターの方が安心できるような対応してくれてるっていうことだったので、こちらもほっとしました。ドラレコから損保ジャパンと私の家族にも連絡が入っていて、保険代理店の担当者にも連絡が入ってたみたいなんですよ。アルソックの手配をしてくださったりとか、レッカー車の手配もしていただいて本当に助かりました。ドラレコの映像が損保ジャパンにつながっていて、私に非がないことが分かって安心しました。今まで一度も事故には遭ったことなかったので、本当にパニックになっちゃってたので何にも多分できなかったと思うんですよね。サポートしていただいて助かりました。スムーズでしたね。損保ジャパンのドラレコは事故を検知し一斉連絡、適切なサポートにつなげます。そのつながりがお客様の安心につながるから、取る、つながる、駆けつける、つながるドラレコは損保ジャパン。